はい、どうもこんにちは、カジマクです。今日2022年9月16日、はい、何の日ですか？そう、アップル iPhone 14 の発売日で、普段僕はアンドロイダーなんで全然 iPhone の発売日興味ないんですけど、実は今回買おうと思ってました。で、予約開始日参戦。でもね、舐めてました。今まで iPad の争奪戦そんなに大したことなかったんですけど、 iPhone の争奪戦はまた別ですよね。完全に惨敗。カートに入れて発送日を見てみると、もう 3,4 週間先でした。いや、もうそこで断念。僕の心は折れて、今回 iPhone 14断念することにしました。はい、まあ言ってみれば、その程度の思いではあったんですけど、今回の iPhone 14、やっぱり何と言ってもプロ。iPhone 14 Pro のカメラ、ちょっとやばそうでしょ？今まで iPhone のカメラといえば、まあそれだけが高性能につながるかどうかは別として、画素数結構低めの設定でしたよね。それが今回の iPhone 14 Pro。かなり iPhone なりに高画素化していて、いや、これはめっちゃ気になる。で、僕ね、未だに鳴かず飛ばずですけど、今サブチャンネルで、センベロ動画とか、メッシェロ動画とか、そういうもの上げてるんですけど、それに使ってるカメラが、ほぼ 100% iPhone 12だったりするわけです。なんで今回そことスライドするために、iPhone 14 Pro 狙ってたんですけど、やっぱりダメでした。今日届かないんで諦めました。でもね、捨てる紙あれば拾う紙あり、なんと今日こちら、なんか箱が届いたんで、これ開けていきたいと思います。いや、もうこれタイトルご覧になってお分かりかと思いますけど、中身何が入ってるのか、一体どんなものなのか興味があって買ったものなんですけど、今回はめちゃめちゃ雑な開封っていうか、ほんとラフな雑談。はい、こういった動画を撮る経緯もちょっとだけお話ししたいんですけど、っていうか聞いてください。今日もいろいろメンタルやられちゃって、まともな動画撮れそうにないんで、とりあえず今日開けて、夜お出かけする予定があるんで、もう早速使っていきたいと思ってます。はい、それではこれ、ちょっと開けていきますね。今回ご紹介するのは、これ、あの iWa から発売された、低スペック Android スマホ、JS2SMP0601D。これを開けていきたいと思います。はい、それでは始めていきます。はい、で、ほんと、冒頭から雑談続きで申し訳ない。実は今日、これ届くとは思ってなかったんで、ほんとはアップする予定だった動画あったんですけど、僕のうっかりミスで、もう荒編集終わって、あと2、3時間編集すればアップできるっていうところまで来て、全削除しちゃいました。うわぁ、やってもうた。もうほんとそれ30分前の出来事で、今落ち込みピークなんですよ。そんな中これ開けるかどうか迷ったんですけど、昨日メインの動画お休みしたんで、今日はちょっとお休みしたくないということで、今回もうほんと開けるだけ。で、開ける前に、ちょっと今回トラブルというか、僕なりにこれを買うまでの経緯の中で、ちょっとげんなりしたこともいくつかあったんで、そのあたりもお話ししてみたいと思います。なんでほんとすいません。このスマホに興味があって動画をご覧になられている方、ちょっと物足りない動画になるかもしれませんけど、とりあえず開けて起動するまではやります。なんで生温かい目でご覧になってください。はい、それでは、この JS2SMP0601D。もうこれ長いっすよね。はい、これ、いつもお世話になっている、スマホ系の YouTuber ズキさん、ツイートで愛は本って呼んでたんで、僕もちょっとそれに習いたいと思います。これは愛は本。もういちいちこの長い名前呼べないんで、そう、今日から君は愛は本だ。はい、それでは今回、愛は本、ちょっと開けていく前に、購入前にもいくつか気になるポイントがあって、まずは前回の動画、そちらご覧いただきたいんですけど、その中でもお話ししている通り、9月7日に発売予定みたいな感じでネットニュースになってたんで、9月に入って予約、9月7日発売、そんな風に捉えてたんですけど、9月に入っても、1日、2日、3日、4日、5日、6日と、全く音沙汰なし。あ、そうか、9月7日に予約開始、そういう流れかと思いきや、何のアナウンスもなく、しれっと9月12日、はい、これ僕が気づかなかっただけかもしれませんけど、いつの間にかオンラインで販売開始されてました。で、僕が気づいたのは、13日か14日、あれ始まってると思って、慌てて購入しようとしたところ、なんと取扱いカード、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナーズクラブ、この3社のみ。あ、いやいや、この3社がマイナーとは言いません。ただ皆さん結構お持ちかもしれない。ビザとマスターは順次取り扱い。僕は正直、その2社とジャックスぐらいしか持ってなかったんで、え、これ買えないやんっていう、そういう状況に陥ってました。さらに丸1日経過して、うちの奥さんが JCB カード持ってることに気づいて、結局お願いして、これを購入することができました。はい、ちょっと、僕が困ったからって、嫌な言い方をすると、アイワさんほんと売る気あるんっていう、
そんな風に感じた一時でした。はい、それでは、ほんと前置き長くなったんで、とりあえず開けていきたいと思います。で、このアイワホン、もうご存知かと思いますけど、あの昔懐かしいアイワ、このブランドを知る人ぞ知る、ジェネシスさんが復興させたような、そんな感じのブランドになるんですけど、いや僕ら世代、アラフィフのおじさんからすると、アイワブランド懐かしいですよね。そのあたりのお話、前回の動画でやったんで、サクッと割愛します。で、これ、16,800 円の超安価なアンドロイドスマホ。で、その値段の割にスペックが高いのかというと、全くそんなことなくて、普通に激低スペックです。ただ僕は今回、これを購入するにあたって、これに採用されている OS、Android 5、これがこの超低スペックなスマホを、どれだけ快適に動かすことができるのか、そのあたりが気になって購入してみました。はい、それでは開けていきますよ。せーの、オープン。はい、まず本体はちょっと避けておいて、付属品見ていきます。まずはこういったご案内。こういうサービスされてるんですね。そして、スタートガイド。で、あとはこんな感じ。SIM ピンと、イヤホン。なんかケーブルの形状からして、めちゃめちゃチープな感じの、こういったイヤホンがついてました。そして、これが、USB の A to C ケーブル。はい、これで中身は以上。充電器はついてません。かなりシンプルな内容になってます。はい、それでは、アイワホン、本体いきますよ。せーの、イェーイ、来たー。はい、これが、あのアイワブランドの超激安スマホ、アイワホンです。ああ、なるほど。今回カラバリホワイトとブラックがあって、僕はブラックをチョイス。結構サラサラした気持ちのいい感触のこういったツヤ消しのボディ、はい、エッジを取った丸みのある、うん、意外と本体はそれほどチープさは感じませんね。はい、でここ保護フィルムがついてたんで全部剥がしておきます。はい、カメラユニットはこんな感じ。アイワのロゴが入ってます。あ、なんかあんまりちょっと良くない表現ですけど、ダサかっこよくないですか。うん、悪くないかも。はい、ペリペリ剥がして、いきますよ。スイッチオン。はい、電源入りました。それでは軽く設定済ませます。ちなみに SIM トレイはこんな感じ。SIM2 枚とマイクロ SD カード、全部入るトリプルスロット。で、ただちょっと気をつけたいのが、付属のこの SIM ピン。これぐらい細くて長くないと、SIM トレイ出せませんでした。手持ちの SIM ピンでは、取り出せない可能性あるんでご注意を。はい、設定終わりました。アプリの更新も全部終わりました。で、まず初期画面はこんな感じ。いや、かなりシンプル。プリンアプリはこんな感じ。で、初期ストレージはこんな感じ。内蔵ストレージ 32GB 収 7.2GB 使用。はい、これはちょっと心もとないですよね。で、とりあえず POVO 2.0 を挿して、APN 設定しなくても、LT 繋がってたんですけど、とりあえず APN 設定はしました。で、動作に関して、はい、結構パッパパッパ、動いてるように見えるんですけど、ホーム画面をいじったり、通知をいじったり、こういう部分に関しては、さほどストレスは感じません。いや、意外と動くような気はしたんですけど、実はちょっと、インターネット開いたりしてみると、うん、まあ。まずまず動いてますよね。でもね、ちょっといじってると、もう全然タップしても進まなくなったり、フリーズしちゃって、スリープしてしまったり。いや、やっぱり、このスペックの低さ、CPU スペックもさることながら、RAM 2GB なんで、いや、やっぱりこのあたり、いくら Android 12の5エディションといえど、ちょっとやっぱり厳しいですね。正直ぶっちゃけ、どの層へ向けてのスマホなのか、僕はかねてから、新品と中古品、そのあたりの価格差は、あまり比較の対象にならないとは思ってるんですけど、ただこれ 16,800 円なんで、どうしても現実的に考えると、程度のいい中古品スマホ、あるいはセールのかかった古いモデルのスマホ、そのあたりと比較しちゃうと、やっぱりこのスペックだけ取っても、このアイワホンを必要とする層、それはちょっと思い当たりません。
はい、とりあえず今回ちょっと開封編なんで何もやってませんけど、このあたりで終わりたいと思います。とりあえずシムも挿したんで、これから少し使ってみて、近日中に数本また動画作りたいと思ってます。はい、でも結構ディスプレイはそんなに悪くないと思うんですけど、やっぱり動作ですよね。はい、令和の時代にあってこの動作感覚、これを許容できる方どれだけいらっしゃるのか。なんで前回もお話ししましたけど、間違ってもこのスマホ初心者、あるいはお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、スマホを使いこなせないであろう方、そういう方には絶対渡さないでほしい。僕は強くそう感じました。スマホの扱いが苦手な人ほど、やっぱりミドルスペックスマホ、そのあたりを選んでほしいと感じました。ということで今回 iPhone 14発売日に iWAFO を入手することができたんで、とりあえず開けてみました。一応説明欄にリンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。でさらにこれ気をつけたいのは、発売されて今なおケースにガラス、保護フィルムとか見当たりません。iWA からも販売されるんですけど、同時発売ではないというところ、いやこのあたりもなんでって思いました。んー、ちょっとこのあたり発売日が曖昧だった部分とか、取り扱いのカード銘柄少ないとか、はい、もうこれ初っ端からちょっとやっちゃってる部分いくつかあるんじゃないかと感じました。iWAさん大丈夫かな。いやでも久々に触っててちょっと違う意味では楽しいんで、僕みたいなスマホ好きの方にはちょっと触ってみる価値はあるかもしれません。はい、ということでとりあえず今回は開封だけ、続編作りたいと思ってます。なんでお済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。